さあ、ようやっとですね、ここに敷こうと思っていた板の塗装も仕上がりまして、これから敷いていくわけなんですが、ここにカウンターがありました。で、ここまでカウンターあったんですよね。で、この際のところっていうのはもう積年の汚れが溜まりに溜まっていまして、ちょっとね、ボコッとこう、こびりついているので、これをまずね、剥がしちゃおうと思います。で、その上で施工ですね。さて、やってみよう。まあ、これはランダムサンダーに、とりあえず240番のヤスリでやってみます。なるほど。なかなかの手強さを誇る。なかなか手強いな。とりあえず取れる限りはね、スクレーパーで削ってはいるんですが、これ粗い方がいいのかもしれないですね。今日ね、天気は良いのですが、風が大変強くて、結構ね、開けっぱなしのドアがバタンと閉まったりしますね。60番にしました。よし。だいぶいいでしょう。汚れはきれいに削られました。そして、ここに床板を敷いていくのですが、これから行きましょう。はい。こうね。こうね。行くんですよ。で、ここに今日使う材料がシンデレラフィットしていることはあらかじめ確認済みなので、もうどんどんね、打っていきます。まあ普通のいろんなところにある、フローリングの床というのを想像してみていただきたいのですが、あれって別に床にそのフローリング材を止めている、ビスとか釘とかって見えないですよね。見えるところにはないですよね。なので、僕もそれに倣って、ビスや釘が見えないように仕上げていこうと思っています。フロア釘、金槌、ポンチでですね、ちょっとこうご覧いただきたいのですが、これ映るかな？まあこういうふうに、ここが表面になります。で、ここに、とつってるわけですよね。真ん中が飛び出てる。で、こっち側は、ボコってるわけですよ。これが、この、ごめんなさい、揺れててね。飛び出てるのが入る溝がこうあるわけです。で、どうやら、ここに、この表面とこの飛び出てるここのところに床に向けて打ってやって、ポンチで叩いて頭を沈めてやることで、しっかり床に固定はできるけれども、表に釘は見えない状態で施工ができるということなんだそうで、それをね、ちょっとやってみようと思います。まず、しっかり隅に合わせて、しっかり隅に合わせて、端っこから止めていきましょう。こうだね。頭を最後ポンチで。ああ、隠れる。素晴らしい。これはいけるわ。これはいけますよ。ああ、いいですね。完璧かもしれませんよ、これは。なんなら完璧と言っても過言ではない気がする。痛い！ああ、違うと、指打った！指、で、がっちりやったわ。素人だな。いや、素人だな。痛っ。大丈夫？腫れるんじゃない？これ。あ、いって、一回冷やします。一回冷やします。痛い。いやー、もう、まあ、さほど腫れちゃいないし、今、慌てて冷やして、大丈夫そうなんですけど。いや、結構本当にやっちゃったかもってぐらい痛かったですね、今。金槌で指叩いたのなんか生まれて初めてですけど。ちょっとね、今、指を冷やしながら痛みとその水の冷たさで、一回ふっとこう、正気を取り戻した感じなんですが、
今ね、とても暑くて、汗ばみながらこう、ずっと作業をしているんですよ。で、今朝ね、家でご飯炊き忘れてたんで、朝食を食べていなくて、そろそろ昼時なんですが、この床を張り終えたら、一旦ね、まあ家近いんで帰宅して、昨日安く買ってきた豚肉の細切れと玉ねぎを炒めて、ご飯に乗っけて、それに卵でも落として、豚丼みたいな感じにして、お昼ご飯にしようかななんて思ってたんですけど、どうやらね、思ったより頭はちゃんと冴えてなかったみたい、ぼんやりしてたみたいです。気をつけてやりたいと思います。危ない、本当に。これ、いやー、よかった、動くし。別に叩いても痛くないし。よかった、これ。骨折とかまで行ってたらまたいろいろ問題ですよ。僕一応、ギター弾いて歌歌うこともしてますんで、左手の人差し指いったなんて言ったらギターなんか触れないしね、大変な騒ぎになっちゃうところでした。危ない。あ、ちゃんと力も入る。あ、よかったよかった。まあ、あんまり無理はしないようにいきましょう。ということですけどね。焦った、本当に。冷静に安全第一で作業を進めてまいりたいと思います。この一枚決めたら、ちゃんとご飯食べてくるかな。危ねえ。あ、危ねえ。ぼーっとしすぎ。OK。で、床自体は超しっかりしてるから、いいよ。いや、いいよ、いいよ。全然いい感じなんですけど、ちょっとね、このまま脳みそに糖分が足りていない状態で作業を続けることは安全の観点から非常に良くない。ということで、ちょっともうさっきから指打ちまくりなんでね。もう本当に危ないよ、マジで。ちょっとご飯を食べてみます。ミュージックバー南田では来たる冬シーズンに向けてスタッフを大募集しています。最初は私もこのように雪に憧れてやってきた一アルバイトでした。世界中の人々が憧れる雪、山、雄大な景色。日本とは思えないリゾートの街並みで耳に入るのはほとんど日本語ではない会話たちです。ミュージックバー南田ではたくさんのお客様が集まって音楽を楽しんでいます。ホールやバーテンダーなどお仕事がございますので、ぜひ詳細条件等はお気軽にお問い合わせください。一緒に楽しい冬にしませんか？はい。というわけで、しっかりとお腹を満たしてまいりまして、頭も落ち着きを回復し、冷静な作業がまた再開できるのではなかろうかと思っております。さて、引き続いて床板を張ってまいりたいと。ここまでは釘を打ってあるから、なんか挟まってんのかい？なんかここ浮いちゃうね。なんでなんでしょう。なんでなんでしょう。あ、なんか接着剤か。なるほど。接着剤の破片を取って。よいしょ。あ、なんか。まあ、ビタで行くよね。多分ね。行く。オッケーだけど、ああ、そうでもない？やべ、分かったかもしんない。そういうこと？これ入るかな？でも問題になってくる。これ入んなかったらまたね、大変な騒ぎになっちゃうし。あ、入るね。ここ入る。あ、まあ、入るね。入るか。入る。で、これ。まあ、入るとして良いよね、これね。あ、まあ、大丈夫か。大丈夫でした。大丈夫そうですから、これ打っちゃおう。
ケー。とても良い。とても良いですよ。オーライ。はい、こっち面 OK。で、ここですね。これをしっかりと据え付けていきましょう。でですね、基本的なところは貼り終わったんですが、あとこれなんですよね。これ、これ。ここは、まあ、ご覧の通り水道が生えていて、ここに排水口があるというところで、これを、まあ、ちゃんとかわす形で床張ってあげなきゃいけないよねってところで、まあ、こことか、こう、ここだけ開けて貼っちゃえば良いのですが、この後の作業の流れもちゃんと考えて貼らなきゃいけないから、ちょっと考えますね。まあだから結局これこの水道をまあカウンターがこういうなりになるので、でこっち側に流し台をつけると、そこの流し台に合わせてこのパイプは継ぎ替えて、まあ所定の良き位置に持っていく必要が今後あるわけですよね。真ん中、真ん中春菜。真ん中春菜。次は真ん中春菜です。長野新幹線、北陸新幹線によくお乗りになる方は分かると思いますけどね。真ん中春菜っていう、なんでこの駅はできたんだみたいな駅があるんですけどね。私も大学生時分にはですね、随分と、長野新幹線はよく使って、実家へ帰省したりしてたものです。今は北陸新幹線になりましたけどね。まあ、ただ新幹線っていうのはまあ言って、安くはないので、時間に余裕があってお金を節約したい時なんかは結構高速バスもよく使いはしたんですが、やっぱり新幹線っていうのはワクワク感がたまりませんよね。そんなことはまあどうでもいい話なんですけど、だからここにね、最終的にこの段差部分、切り替え部分にはモールを貼ってしまいたくって、だからここまでもう一本でモールいけたらいいよなと思ってるんで、こっち側をつな、あ、いやでもそうか、だから正直ここにはね、床板はもうなくても良いじゃなくても良いかもしれないが、こことかこことか大きな面積はね、作っといてもいいっすよね。OK。じゃあ切るか。ここの長さとここの長さが分かればいいや。27。今度こっから27取ってやろうかな。はいはいはい。はいはいはい。木くず取り。木くず取り。で、これがこう、これがこう、で、これがこうだよね。シンデレラフィット。ちなみにこれは本当にね、この作業とは全く関係のない発言になるんですが、こう、この T シャツ、久々に着てる T シャツなんですよ。で、やっぱこういう作業するときにあんまり白いのとか明るい色の T シャツは着たくないじゃないですか。それでこの暗い色のやつを着てるんですけど、久しぶりに押し入れから出してきてですね、着たら、この汗ばんで濡れ戻り臭がすごい。今私は映像では全く伝わらないと思いますが、雑巾の香りに包まれて作業をしています。まあそんなことよりここをどう収めるかなんだよね。床はね、これも合格点。完璧と言っても過言ではない。完璧と言っても過言ではない。嬉しいって思うぐらいにはちゃんとできてる。まあ、ここがカウンターのラインになるから、まあ、こっちはいいんですよ。こっちはカウンターの中入っちゃうから。ここまでなんだよね。ここまで。ここなんですよね。ベニヤ、ベニヤ。いや、結構分厚い合板ばっかりなんだよな。
ああ、まあ、これ？ああ、まあ、これ？ありかもしれないね。ありかもしれない。ああ、まあまあまあ、なきにしもあらざりしこと山のごとし？なきにしもあらざりしこと山のごとし？ああ、まあ、結構薄いんだな。じゃあ、2枚か。2枚重ねか。これはね、カウンターの内張りだったやつですね。で、これ薄いベニヤ。これ2枚重ねスタイル。2枚重ねスタイル。内張りとかじゃないね、これ。カウンターの天板の裏だったんだ。そうだそうだ。カウンターの天板の裏だったベニヤ板。いや、やっぱここが変なことになっている、この床があるから、ここまでで一回区切るか。127。まあこんな感じでですね、ちょっとベニヤを切ってきました。で、今ここにね、1枚挟んであるんですよ。ここでこっちとこっちの段差はなくなりました。これもここに入れてあげることで、こことここの段差がなくなりました。まあなくなってはいないんですけど、この下のね、下地が結構腐ってて、でこぼこしてるのもあるんですが、まあこれでね、だいぶ綺麗に収まりそうです。これもう一枚重ねちゃうと、ちょっとね、いびつなことに逆になっちゃうので、ここにモールを打ってしまおうと思います。際がここで、だから、ここで切ることになる。いいじゃないですか。よし。決めてやる。あははは。はい。決まった。よっしゃー。完璧だ。思った通りだ。してもって、こうしてもって、どんどんと。ああ、完璧侍。完璧侍。どうも、こんにちは。私が完璧侍です。完璧侍、見参。というわけで、とりあえずはですね、床板はこんな感じで貼れたんですね。バッチリ。歩いててパカパカしないし、踏み心地も完璧なんですけど、ここが、この旧来のカウンターの下に入ってた部分、未塗装部分が出てるので、ちょっと色合いがおかしなことになっちゃうから、ここをちょっと塗ってあげようかなと思ってます。それでは、塗っていきましょい。これもね、ワトコオイルなんで、まあ、なんて言うんだろう。あんま細かいこと気にしなくて大丈夫っていうところがね、安心というか嬉しいですよね。いやー、なんとか収まりましたよ。嬉しいな。映像ではどう見えてるんだろう。まあまあまあ。この手前側のもともとある床板の感じと、まあまあナチュラルの木そのまんま行くよりはだいぶ違和感なくできてるでしょう。これ現場に来るとね、さほど本当に違和感ないですよ。まあ、若干、新しい方が赤みが強い気はしないでもないですけど、こっちの床もね、この、まああんまり人が歩かなかったところって結構黒ずんでいて、色が濃くて、よく人が歩いていたところとか結構ね、色が薄くなってたり、その辺のね、グラデーションがあるので、まあ、多少の色の違いはね、さほど違和感なく見えるっていうところで、僕は結構これは合格点かなというふうに思っています。まあまあ、あとはこれ 拭いてまた塗るだけなんで、ほぼほぼ OK ということで、この旧カウンターの内側、床張りパートはですね、ついに、床編以上になります。次はバックバーの組み立てとか、カットから入ってくるかなというふうに思いますんで、ご視聴ありがとうございました。